絶対に闇が深いゲームをやります。カレピのパチ代稼ぐ配信というゲームでございます。これは闇が深いですね。なんか包丁みたいな持ってない？リボンについてるあのタイトル画面何なんでしょうかね。まあタイトルの通りカレピのパチ代を稼ぐためにまあこの女の子が生放送して、配信をするっていうことなんでしょうか。これが枠名だとしたらやばいよね。そこだけはカレピのパチ代を稼ぐっていうとこだけは隠さなきゃいけないけどね。エンドが10まであるってことかな。やりましょう。全回収したいね。この作品はフィクションです。実際の人物団体とは一切関係ありませんが本当にあるかもしれませんね。実際にカレピのパチ代を稼ぐために生放送してる人はいるかもしれません。アカウント名を変えますか？それはもちろん変えるでしょう。これはまあね、俺がスパチャとかするのかな。レトルト君で行かせていただきます。 OK。 俺がスパチャね、あのカレピのパチ代をスパチャすることになるかもしれんな。まあ、人生でスパチャをしたことは一度もないんですけども、広告ぐらいだったらしたことあるけどスパチャをしたことはないね。あーどうかな、みんな見えてる？あ、一番初め絶対これいいよね、生配信。俺も言うもん、みんな見えてますか、聞こえてますかってまず言いますよね。配信者ちゃんにコメントを送ろう。見えてるよ、バッチリ完璧言語ちょっとなんかあれだね、ネットのなんか旧ネット時代の渦にまだなんか巻き込まれてまだいるやつもいるって感じだな。うん、まだ生きてたんだこういうやつみたいな。完璧言語よ。おコメントか、こんな風に左に出るんだね。よかった、コメントありがとうレトルトさん。いやいや、お、なんか自分の名前言ってくれるとちょっとドキッとするね。なんか右上はセーラームーンのなんかおもちゃかな。で右下はなんか実際に会ってリスナーとかと会って、いや待て違うな、なんか初キスとか書いてない？右下、え、実際なんかリスナーと会ってなんかチェキを取ってお金をなんかね、チェキ1枚1000円みたいな、そういったイベントやってんのかなと思ったけど、初キスとかなんかそんなん書いてあるからさ、これカレピのことなんじゃないの？カレピッピのこと、そんなことやったらリスナースパチャ投げませんよ。うん、いやーそんなカレピいたらもうちょっと、うん、リスナーはスパチャ投げません。レトルトも投げませんよ。なんか盛り上がってんのかなこれ、全然コメントの文字は見えないけど。こんばんは、配信者ちゃんです。配信者ちゃんって言うんだ。常連さんもご新規さんも今日も寝れない人たちはいろいろお話しようね。夜やってるんだな。何これ好きって。あ、ギフトありがとうございます。なるほど、これがスパチャみたいなやつですね。じゃあ今日はねこの話しちゃおっかな。今日馬先の店長にね、あ、バイト先ってことね、明日から来なくていいって言われちゃいました。クビってこと？クソ店長だね、かわいそう。これでね、クソ店長だねっていきなり返すやつはダメなんですよ、普通に考えて。だって何が起きたかなんて言ってないわけじゃん。明日から来なくていいって言われたけど、それですぐにね、その配信者ちゃんのまあヘビーリスナーだからといってね、理由も聞かずにクソ店長だねっていうのは良くないんですよ。クソ店長だね、ははは、レトルトさん言い過ぎ、でもマジでそうだったわ。長くやってたけど限界。どこで働いてるんですか？私の代わりにいてくれてありがとう。というかやばい、収入ゼロなんだけど。あ、求められるぞ、求められるぞ。初キスしてるチェキを取ってる女に、配信者ちゃんにスパチャを求められるぞ。これじゃあカレピにパチで渡せないよ。いやこれオープンにしてんのはすごいね。うん、偉いよね。一切騙してないですから。うん、この子は包み隠さず全部言ってるわけだからね。これでスパチャ投げたとしても何の嘘もないわけだから。うん、これはもう、お、あれ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 、え、彼死んの？これは初情報なのか、口を滑らせたのか、別に言ってなかっただけで隠すつもりはないのか。うん、言ってなかったけどカレピとはラブラブ。後ろに貼ってあるもんね。カレピはね、すっごく私のことが好きなんだ。ライムも5分以内に返信しないと怒るくらいなの。変だよね、一緒に住んでんだから直接話してくれればいいのに。一緒に住んでんのにライムを LINE を返してくれないとか言うんだ。それでカレピの将来の夢パチプロなんだって。
パチプロって、まあ、パチプロは仕事なのか仕事じゃないのか、仕事じゃない気がするけどね。一定の人だけだよね、本当になんか、なんか攻略法とかね、うん、夢を叶えるために近所の大きいパチンコ屋さんに毎日通ってて、それでパチプロになるには軍資金が必要らしいの。これエンディング10個もあるからさ、その10個の中でやっぱバッドエンドのように、まあカレッピーに貢ぎ続けるみたいなエンディングもあるかもしれんけど、目を覚ますエンディングも10個もありゃあるはずなんですよ。俺は救うぞ。だから私カレッピーに毎日1万円渡さないとダメなんだ。1万円じゃまあパチンコ勝負できないような気がしますけどね。これもしかしたらあれだね、あのパチンコ必殺技みたいなのが覚えてんのかもしれないね、うん、俺パチプロ風の句っていうねクソ面白いゲーム実況したことあるんですけど、リスナーのみんな何かいい方法ないかな。いやもうこれ今ものすごく来場者数減ってると思うけど、今から朝まで働けるバイトとかちゃっちゃっとお金稼ぐ方法とかアドバイスください。お、セーブされてる。お、セーブあるで。じゃあここセーブを一応、あ、勝手にされてんのありがたいね。配信の視聴をやめる、別れるように説得する、投げ銭をもらったらと提案する。もともと一応働こうとしてるから、この女の子自体なんかそんなになんかクソな感じはしないよね。うん、なんか全部包み隠さず言うし、まあすぐにねなんかスパチャを頼ったりするというわけでもない。まあ、一回やめてみようか。エンディング回収がどんなものか見たいからね。配信を切った。まあ、彼氏がいようが彼女がいようがね、そこ別に、うん、エンタメとしては関係ないんですけどね。まあでも見る見らない見ないも自由だからね。翌日。え？ 20 歳女性重体、家庭内暴力か。今朝8時頃、丸々市の近隣住民から通報が。これ1万円渡せなくて殴られたんだ、彼ピに。彼ピッピに。被害女性は今も病院で。ああ、俺がスパチあげなかったから。配信者ちゃんが。もう少し付き合ってあげて。邪険にしないで。まあ、エンディングは1個回収できたね。実績解除。続きから。じゃあ、まあ、説得だね。まずは。別れる？カレピと？いや、殴られますよ。ここで別れないと、殴られて、ね、救急車送りですから。まあ、別れるを言ったとしても、救急車送り感はあるけど、この状況だと。でもそんなのできるかな、別れてもらえるから。別れたいんだ、別れたいんだこの子。そういうことなんだ。カレピに話聞いてもらえるかちょっとわからないんだけど、リスナーのみんなどうすればいいと思う。来たね。まあスパチャを渡すわけじゃなく、正当な方法ちゃんと話そう。いや聞いてくれないよな、暴力振るんだもんな、はい、彼氏とちゃんと話そう。私自信ないかもな。もうカレピの性格を分かってんだな。カレピの言ってること最近よく分かんないし。ちゃんと話せるかな。おお。ちょっと今すぐ話してもらおう。うん、俺らも聞こうこれを。電話、うん、分かった。ライム通話でかけてみるね。なんかこれ、うん、神回みたいになってるね。こんななんか、ね、やばいパチプロの彼氏、暴力を振るようなパチプロの彼氏と別れる配信とかあったら、まあ、ちょっと興味あるよね。ライム通話でかけてみるね。なんか目元とかもな、メイク濃いのは実は殴られてるとかあったりすんのかな。あ、あれ？あ、そっか。彼氏ライムはやってないんだった。ほう。私忘れてた。じゃあどこにかけたんだよ、今。ブルルルルって、ブルルルって言ってただろ、今。なんかおかしくない？え、何が？カレピがライムやってないのはおかしい？あれ、そうだよね。だって私ライムのやりとり。そう、さっきライムでって言ってたじゃん。いや、でもそうだ。私とカレピ都内で二人暮らしだし。え？これ全然、エンディングによって設定も変わっちゃう系なのかな？ライムしなくても直接話せばいいんだった。はぁ？大丈夫？本当に彼氏いるの？なんだこれ。脳内彼氏ってやつか？何言ってるのみんな。私はね、カレピと東京で同棲してるの。二人ともバイト頑張ってるの。え、パチプロは？カレピはいるの。カレピと暮らしているの。嫉妬深いけど、私のこと愛してくれてるの。ちょっと様子がおかしい、様子がおかしい。様子がおかしい。彼氏なんて妄想だ。は？
妄想じゃないんだけど、私は彼に愛されてるの、怒るのも愛ゆえなの。私を殴ってるのは私を愛してる恋人なの。え、でも殴られてはいる。だから私はかわいそうじゃない。包丁出してきた。ああ、もうはみ出してる、はみ出してる。ウィンドウはみ出してるよ。どうした？バサッつってもね、俺こっちに側にいないからね。あ、まるまるさんの家、昨日救急車来てたわね。あ、娘さんがね、自分に包丁。命は助かったみたいだけど、あの家、だって父親がね。ね。わあ、なんか結局この子かわいそうな子なんだな。真実を伝えるときは慎重に、エンド7。じゃあちょっとメモしとこうか。今エンド1と7を回収したと。いや、結局なんかかわいそうな子ではあるんだな。彼氏じゃなくて、父親に、まあ、DV されていたみたいな。今どこにいるの？場所？彼氏の場所ね。あれ？よく見たら、ここ、実家じゃん。窓の外、田んぼしか見えないし、遊ぶとこはパチンコ屋しかないし、パチンコ屋っていうのが、彼氏のことだったんだ。だから家庭内暴力みたいな。一番初めさ、彼氏に殴られたニュース、エンディング1で流れたけど、彼氏に殴られて、ニュースが家庭内暴力ってなるかなって思ったんよ。それって父親だからなんだ。じゃあもう設定は全部同じなんだ。はあ、なんか少しずつ分かっていく。配信者ちゃんのこと。めちゃくちゃ配信者ちゃんって言いにくいね。窓の底、外、田んぼしか見えないし、遊ぶとこはパチンコ屋しかないし。え、私、カレピと同棲してないの？だって、実家じゃ、こいつと同居、あいつと同居ってことになる。私のバイト代、むしり取るのは、私を毎日怒鳴るのは、これなんかいいエンディングかもしかして。じゃあ母親にしてみようか。違う、父さんなんだ。私のこと毎日やだ。おお、落ち着かせる。相談窓口の電話番号を書く。20万円分のギフト渡す。これはちょっとラストにしようか。ま、電話番号書いてみようね。困った時は相談所でしょう。何この電話番号、相談窓口、フリーダイヤル、こんなとこに今更。いや、電話した方がいいよ。俺たちはネット越しだから助けられないけど、そこはちゃんとしたところだから。いや、でもなー、まあ、どうなんだろうな。結局なんか民事不介入みたいなのがあるからね、こういうことって。電話が嫌ならコメントで応援するから。お、ギフト。うん、やってみる。神回だな。ここは繋がんじゃない？あ、もしもし。あの、私、〇〇氏の。これも配信中にやっちゃうんだな。個人情報とか漏えい。あ！お久しぶり、リスナーのみんな。3ヶ月ぶりくらいかな？え、もしかしたら、ハッピーエンド行ったか？あの時、いろいろありがとう。特にレトルトさん。出たー！カレピー！これは、この配信者ちゃんの、正式なカレピとなり、毎日ね、1万円ずつね、せしめるカレピ、パチンコ代のためにせしめるカレピとなれるかもしれんな。そして無限ループみたいな恐ろしいエンディング。今私がこうして笑っていられるのは、相談窓口の電話番号を教えてもらったおかげ。当時の私は本当に限界で、これ一人暮らししてんのかな、背景変わってるから。実際はお父さんにお金取られたりしてたのに、全部愛してる彼氏がやってることだと思い込んでいたの。後ろのなんかチェキみたいなのは何だったんだろうな。初キスみたいなチェキ。それで自分はかわいそうじゃないなんて考えてた。でもまあ普通に異常な生活状態だったんだよね。あの後相談をして結局実家は出ました。なんとか新しい馬先も見つかって、まあ生活はやれてる感じ。このバイト先を馬先っていうところがなんかちょっとね、なんか若者というか新世代感あるな。それで今は新しい馬先の先輩と同棲してます。これ無限ループじゃないの？これレトルトさんを無視するなよお前。あ、カレピっていうかカノピなんだけど。え、あなるほどね。あの、単純にシェアハウスですね。ま、まあ好きな人の性別は気にしないし、まあそれは自由だけどね。
もう超優しくて、かっこよくて、可愛くて、かっこよくて、最高。今度は怒ったり怒られたりとかない関係だから大丈夫。私、人を見る目超あるから。そうかな。本当？あ、出た。どういう意味？あ、でもよかったんだ。あ、よかったね。救われて。なんかシルエット、かまいたちの夜みたいなシルエットになったけど、あ、よかったですね。あ、でもなんか一番のハッピーエンドに早くももう行ってしまいましたけど、今のがエンド10なのかな。エンド10追加って書いてあったじゃん。じゃあエンド10はものすごく大事な、あ、このひじきさんって人ね、いつもあれですよね、やってる実況の方なんですけど、この人の作るゲームはね、ほとんど神ゲーなんですけどね。お、部屋とワイシャツと私、エンド10あるな、これは。じゃあ最後のセーブより前にこれちょっと残しといて、選択肢2あたりから行ってみようか。彼氏とちゃんと話そう。実力行使っていうのはやったことないかな。実力行使？それでいいと思う？どうせ話聞かないよ。1万回、1回殴った方がいい。そっか。みんなちょっと待ってね。あ、これ刺しちゃうんだ。親を。手振ってって書いてある。ここにあるんだ。護身用の。出た。じゃーん、マジカル包丁。じゃ、カレピ今1階だから、ちょっと行ってくるね。実力行使にも程があるなぁ、これは。あのチェキ何なんだろうね。うわ。まあでも、かわいそうな子であることだけは間違いないからな。あは、できた。別れられた。あれ？みんな、どうしたの？おーい。あららら。ら、解決してるけど解決してないよ。エンドさん、なぜ人を殺しちゃいけないのだろう。1379かな、回収できたの。ちょっと途中でメモの忘れてたな。スパチャを投げるっていうやつをまだやってないんですよ。これ。投げ銭をもらったら、あ、そっか、ギフト機能あるんだよね。みんなから有料ギフトもらったら1万円分になるかも。まあちょっと俺ね、赤いやつで5万バッとね、この子救うためだったら投げるかもしれんけどね。わあ、みんな優しいなみんな、父親ってことが分かった後だったらまだわかるけど。優しい。彼氏がいるって分かってるのに。みんなありがとう、嬉しい。これで明日もなんとかなるよ。じゃあ、今日はお歌のリクエストめっちゃ聞いちゃう。歌ってほしい曲書いてね。じゃあ、粉雪でお願いします。翌日。みんな昨日ありがとう。カルピも喜んでたよ。まあ今日は負けたって怒ってたけど、そんなギフトとかそういうの、そういうのってその次の日に、ね、その日のうちに入るものじゃないと思うけどね。1ヶ月後、2ヶ月後ですけどね、そういうの普通は。それでごめん。みんなまた力を貸して。実はね、明日までに1万と5000必要で増えてる。これじゃあ解決しない。そのスパチャ、相手のためになってないかも。損と嘘。はい。まあ、とりあえず、すっと。なんか、こうやって回収していくの楽しいね。誰かに相談しようでいいかな？相談か。でも、相手がな、私に相談相手なんて、あるね。友達いんのかな？こいつに。友達は？友達？あ、そうだ。レトルトさん、ありがとう、友達いた。誰？待ってね、紹介する。わわわ、これ、エンディング画面にいたやつじゃん。じゃーん、友達のマリアちゃん。もう病んでますね、これは確実に。ねえ、カレピに毎日1万円あげないと怒られるの。どうしよう。え？マリアちゃん、ひどいよ。なんでそんなこと言うの？友達だって言ったじゃない。ひどいよ、今までのマリアちゃん、そんなこと言わなかったのに。マリアちゃん、何言ってんの？こいつの脳内の話でしょ？配信者さんの。なんで、なんで、な！おい、うるせえぞ、メタリカ。すげえ名前。メタリカって。お、ちょっと本名、メタリカってやばいな。本名って言わなかったら、それはなんかハンドルネームぐらいの思っちゃうけどな。すごい名前だな。うるせえ、夜中に騒ぐな、ちょっと下来い。ジョジョのスタンド名だな。ごめん、リスナーのみんな席外すね。悲しいな。こういう配信とかの親札ってな、うわ、やばい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 。結局、配信者ちゃんが戻ってくることはなかった。ちょっとマリアちゃん、東京テディベア。
なんだそれ、どういうこと、テディベアのように殴られたの。じゃあ最後、父親、両親は親か。レトロトさんが言うなら親の悩みを親に相談ってことになっちゃうな、これだと。親は親父でしょ。メタリカ、あ、お母さん、あ、お母さん、あのね、くす、ごめんね、ごめんね、え、私が頼りなくてごめんね。いや、どうしたの。お母さん逃げちゃったの、もう限界。お母さんもいたんだ。だからあなたも早く一緒に逃げようよ。じゃあ、いや、だから、おい、何してる、こっち来い。ちょ、父さん入ってこないでよ。うるさい、あいつがいないんだ。お前居所知ってんだろ。知らない。あー、恐ろしい、配信が消えた。向こうの PC に何かあったようだ。配信者ちゃんは二度と配信サイトに戻ってくることはなかった。いや、これでもなんかね、エンディングの最後のエンディング、最後に回収したかったね。ん？ Father knows best。 なるほど。今のがエンディング5って書いてあったかな。まあでも順調に回収はできてってますね。こうなったらもう父親と一緒にね、パチ打とう。一緒に打ったらなんかね、やっぱパチ仲間みたいな感じで仲良くなれるかも。私パチやったことないよ。メタリカもパチンコ打つんか。ああ、もうじゃあ一緒に行くか、みたいな感じになるかもしれん。でも確かにカレピの好きなものちゃんと知らないかも。歩み寄りだよね、こういう時って。まずはカレピが毎日行くくらい好きなものを体験しないと。一緒にこれパチプロ目指すようになっちゃうかもな。リスナーのみんなありがとう。私やってみる。カエルの子はカエルになっちゃうかも。数週間後。あ、なんか後ろのものが全部なくなったぞ。あー、ははみんな久しぶり。室に入れちゃった、シティアに。最近ね、カレピと通ってんな、パチンコ屋さん。でもなかなか勝てなくて、結局服とかグッズとか売って軍資金稼いでるの。でも明日は勝てる気がする。頑張ってくるね。やばいな。ギャンブルはほどほどにね。ああ、もうあと8と10だけかな。さて、ここですね。落ち着かせる、これは落ち着かせるはやったことないよね。行こう。これが多分ピンク色だから追加されたエンディングなんじゃないかな。落ち着かせましょう。落ち着け、レトルトさん、ありがとう。私落ち着かなきゃだね。トップリスナーだな、完全に。落ち着くときはいつもあれ飲んでるの。やばいよ、これ飲んだらぐっすり眠れるってお医者さんが。多めに飲むんじゃないよ。でもいつもの量じゃ足りないや。足りない、足りない、足りない、足りない。やばいやばい、ストロングゼロ。突然のストロングゼロ。うん、これぐらい飲まないとね。アルコールと一緒に飲んじゃダメなんだよ、絶対。これでストゼロと一緒に飲めば全部忘れられるの。もうストゼロってストロングゼロじゃなくてストリートファイターゼロのことだからね。格ゲーのことだから、皆さん真似しないように。これは、あー、やっぱそうなるよな。誰が救急車呼んだんだろうな。翌日、20歳女性重体。許容量を大幅に超える睡眠薬をアルコールとともに服用し、女性は家庭内暴力に悩まされており、そのストレスからこのような行動に出たと考えられます。これネットで配信してたみたいなやつもさ、絶対これニュースになってミヤネ屋とかでやりますね。これ用法用量を守りましょう。さて、あと10だけですね。ラストエンディングです。これで、父親なんじゃないかを選んだ後に、さ、20万円のギフトでね、なんとかしよう。これ使って、これ使って。うわー、これ俺が投げたんだよね。20万円ってやばいよね。え、これ20万円。いや、さすがにもらえないよ。どういうこと。あ、そういうことか。一人暮らしをしよう。20万円あればなんかなんとかできるかもしれんな、地方だったら。そのためにこんなに。あ、みんなが好き好き、これ使って。20万円はさすがにだけど、実家なんか出ちゃえ。俺はもう大枚をはたいたんだろうな。きっともうガチ恋なんでしょうね、完全に。この配信者ちゃんのレトルトくんは。みんな、でもお母さんもいるし、私だけ逃げるなんて。お母さんも逃げてるぞ。お母さんもいないよ。もしもし、ごめんね、メタリカ。メタリカって、まあまああれなんだろうな、バンドマンとかなんだろうね、メタリカってつけるぐらいだから。お父さんは、お父さん、お母さん本名言わないで。お母さんね、家出たわ。お父さんと別居するの。ちょっと今余裕がないから、
あなたも一人暮らし始めるなりして頑張ってね。いや、これ捨ててるからね、言って。もう二十歳なんだから、事実ぐらいできるでしょ。二十歳なのか。それじゃ、は?そうだわ。うちのお母さん、こんな人間だった。いいか、こんな実家。いいよ!うん、こんな実家いい。ごめんね。そろそろ配信終わりにする。いろいろ準備しなきゃだから。バレないように しなさいよ。このクソったれな家から出る準備をね。これ20万円投げたレトルトさんと最後付き合うみたいな、ないかな。この子かわいそうなだけで、かわいそうな環境じゃなければメンヘラじゃない可能性もありますからね。2年後。あ、もしかして。もしかして。おお、何その格好。何その格好。峰藤子が着る格好してるけど。レトルトさんですよね。怖い怖い怖い。なんで俺の顔はしてんの?メタリカさん?あー、本名も名字も嫌いなので、リカ、リカって呼んでください。あ、メタリカのリカね。2年前の配信の後、急に DM してごめんなさい。しかも連絡先交換させろとか、怖かったですよね。あら!これはエンディング10追加されてよかったね。神エンドが追加されたってことですよね。でも、いつかこうしてお金を返したかったんです。当時の私の貯金なんてスズメの涙で、あのギフトがなかったら新しい生活なんか無理でしたから、あの時ありがとうございます。まあ20万円も投げれるってことはなあ。俺ちょっとかっこいいことやっていい？ではこれで。そういう後ろめたい気持ちとか私ないので。それではチラチラ。ま、待ってください。実はこの近くに私の好きなカフェがあるんです。あの、今のはただお金を返しただけなので、よかったら、あ、お金返してくれたんだ。よかったらお礼としてお食事ご馳走させてください。もっとお話したいですから。わー、ちゃんとしたことだな。20万円これを返すのはちゃんとしてますね。別に返さなくたってね、いいのに。あ、もうこれはもう素晴らしいエンディングと言えるんじゃないですか。あー、よかったよ。完全に救うことができた。うん、服装の趣味も大きく変化してたもんね。いや、これは素晴らしいですね。いろんなエンディングがあって。なんか初めはね、エンディングによって全然違う展開になるのと思いきや、謎が隠されてましたね。カレピじゃなくて。まあ、私ね、初めにあったチェキだけはずっと引っかかってるんですけどね。あ、ハッピーエンド10。人生は夢だらけ。ハッピーエンドなったー。いやー、メタリカちゃんを救えてよかったですね、これ。これなんだ、累計ギフト。なんでこれ出るんだろうね。あ、ちゃんとこのエンディングを回収したっていうのがここで。何これ、100ポイント分のギフトあげる、500ポイント分のギフトあげる。え、どうやってあげるの。ちょっと待って、ギフト投げるね。はい、ちょっと投げたんですけど、こう投げたんですけど、初めてのね、初めてのやつやったんですけど、投げたんだけど、これをなんか見るとね、なんか専用のグラフィックみたいなのが見れまして、なんかちょっとそれはダメかなと思ってそれちょっと映すわけにいかないので、まあ投げましたっていうことで、完全回収しました。いい絵が見れましたので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで、カレピのパチ代稼ぐ配信でした。はい、これはもう想像よりもはるかにいいゲームでしたね。ちゃんとこの子を最後までね、救うことができたっていうのがいいですね。なんか配信した当時は多分エンディング10なかったんで、まあ、ちょっと時間経ってからね、プレイできてよかったかなと思います。ご視聴ありがとうございました。カレピのパチ代稼ぐ配信でした。真実はもっと闇でしたね。